じゃあ犯人は一体いつ犯行を行っているんですか。犯人は一体いつこのペンションの中にあり、田中さんを殺したというんです。じゃあ時間は別にどこから入ったんですか。まあ、なんかちゃんと閉まってた。正規の入り口から入ってくれば誰のかの目にでしょう。床の窓割ってきた。ガラスの割れる音をして死体を発見する直前。いくらでもその間に死体をばらまきするのにできるわけです。そうそうね。じゃあ入るときに割らずに入ったのか。割らずに。いや、田中さん。みどりさんは？みどりさんはどうしたんだ？みどりさんはデスした。2デス。みどりさん助けられるかなと思ったんだけどな。ダメなのか。これをそもそもの考えとして、この篠崎みどりを殺せるタイミングでいなかった人っていうのを本当に限られてるんですよね。みどりさん。目を大きく見開き、僕たちを見て驚いているみたいに。やっぱ驚いてるんですよね。ええー。これ大事なところだと思うんです。なんであなたがっていう話なんですよね。何かを絡むときに必ず。もう一気にこれスタイル進んでますからね。ある種の決意。
2デスした。こっからを防げると思うんですよね。私こっからのデスを防げると思うんです、このゲーム。このね、この最初の2人はね、避けられない。いや、緑さんも塞ぎたいんですけど。で、ここでちゃんと3人一緒ならっていう可能性も指摘してるんですね。バナナも可能性として否定できないですね。ガラスが割れる音がした時にはみんな騙していたから、三木本さんにも女の子としても田中さんを殺す機会はなかった。それに機会はあるにし別にしてもとても人を殺せない時間はなかった。だから三木本さんや女の子としては田中さんを殺せなかったが、田中さんを殺さなかったって三田さんを殺さなかったというわけにはならない。常識的なんて考える必要ない。小林さんのことを思い出した。みどりさんは田中さんの絵を見たいと言っていたんですね。正確に何と言っていたか思い出せますか。ちょっと思いついたことから田中さんの部屋を調べたいの。当然田中さんの部屋を調べる。当然事件に関係しているのあること。犯人の正体を知った。田中さん殺しの犯人が口封じのため三浦さんを殺した。僕たちの中で田中さんを殺したのは敏夫さんだけ。みどりさんを殺したのは三木本さんと女の子たちだけ。そうかな。本当にそうなのか。さて、隠しの選択肢出てこない。まるで自慢かけない。やっぱり雪は外で行った方が良かったんじゃないかなっていう、やったらめったら選択肢があったあれは必要性があったんだと。トゥルーエンドはなかなか遠そうですよ、このゲーム。11時半。
さて、これはまあ、さてさてさて、案外選択肢込もうと少ないね。ここですよ。私これがさっき B にあったけど、これ A だと思うんだ。これだと思うんだ俺。やっぱどこか運ぶじゃなくて、身元を隠すためですよ。ここだ、キーはここ。行こう。いや、それを首切って隠すだろう。いや。マジで？恨み？いや。なんも変わんないんだけど。で、なんも、なんか変わってるような気はするんだけど。何が変わるんだろう。どこが重要なんだ。恨み。緑は彼女は一体どうなんだ。どうしても殺さざるを得ない状態だったのに、最終的にはもうみんな殺してましたけどね。なんだろう。そう、田中さんの部屋をくまなく調べる。そう、ここどうしましょうかね。敏夫さんをちょっと外してみましょう。
すいませんけど、他の人にしてください。ここでも変えていくよ。三木本さん、ここも変えていく。さあ、どうなるかな。三木本さんが質問してくる。答えられず。さあ、この辺ですよ、ここ。もう重要な箇所に入ってるからね。後ろから人が倒れるような。中をのぞくと後ろから人が倒れるような物音が聞こえた。変わったぞ、展開が。なんと。振り向くと、マリと三木本さんが入ってきていない。なんと、展開が変わりました。これは、一体どうなるのか、行ってみましょう。マリ？どうかしたか？返事がない。嫌な予感がした。お？もし三木本さんが犯人だとしたら？隙を見てマリオ。いや、そんなはずはない。たとえ彼が犯人だとしてもマリに危害を加える必要がないはずだ。三木本さん？マジか！廊下を見ようとドアから首を出した途端。まさか！強い衝撃が頭蓋から腰まで突き抜けた。マジっすか！おー、まさかの展開！室でストレート変えてみてね。頭の中で真っ白な光が炸裂する。マリ、床に倒れていた。まさかまさかの！ここに来て出てき上がりました。汗ではなかった。それは僕の血だった。やられたわ。後頭部がつくづむいて、何か別の生き物がそこで動いてみるようだった。お前らに足がある。真っ黒な人物が誰なのか。目が霞む。その人物はゆっくりと何かを振り上げるのが最後にチラッと見た。僕を殺すつもりだ。嫌だ。僕は死にたくない。やめてくれと。まさかまさかの展開でした。死にました。マジっすか、三木本。まさかの三木本フラグでございました。そしてこれね、完全にリセットしかない。
じゃあ、こっから行きましょうね。一つ前から。ていうか、個人的に、どこだっけ？ねえ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 、みんなみんな。バナナのとこどこだっけ？これ？まあ、とりあえず、あれだよね。まず、一番、消したい、外側に、外に行って何か、雪の外ですね、外側に行って何か、選択肢をもう一回体験する。もう一つの次のところは、なんだっけ、バナナ。選択肢バナナ。で、最後が、最後の、よし、トッシーを選ぶ。黒猫から行くか。じゃあ、黒猫から。連打モードを発動するからね。ここでじゃあまた A を選んでみましょう。それは今度はカイマさんが。今腰のちょっと腰の具合が悪いですかね。こっか？じゃ、これで A やりましたからね。ここは A、A をやって。じゃ、ここバナナ行きましょう。行きますよ、バナナ。マジか、これか。おー、車、これは正解じゃね？俺引いたよ、正解。なんかダメなんかい。結局これなのか。
さあ、ここどうしよう。外行くかい？外行こうか。あんだけ選択肢があるからね。多分、これね、うまくいけば、その、ピアノ線の車の後の、とかが見つかるんじゃねえかな、みたいな。これだって行かなかったも何も起こんないから。結局死んだからね。さあ、こっから先です。右と左からぐるっと一回りしよう。登録と私は時計回りに、敏夫君と御木本さんは反対回り。これじゃ何も見えないよ。さあ、こっから先。これ逆に行ってみましょうね。なんとなく左側。行ってみますよ。さあ、ここから逆を行く。どうせ死んだっても代わりはいるもの。白い壁が現れた。左手で触っていた壁が突然消え失せた。タグの紙に映らせているとすぐには分かったが、それでも恐怖感を抑えることができなかった。左側に曲がりは一つだ。なんか変わってるぞ。そう信じて雪の中を泳ぐように歩いた。突然、頭に殴られたような衝撃に僕は後ろ様に雪の中に倒れていた。柔らかな羽布団の中に沈み込んでいくような感じ。冷たいような暖かな奇妙な感じだった。わあ、殴られた。死にました。グッバイ。グッデイ、グッバイ、グッデイ、グッバイ、マイフレンドって感じですね。死にました。あれ？なん、違ったの？ああ、違ったようです。じゃあ右で正しかったようですね。右の後にその後どうするか。犯人はあそこに戻ってきたんだよ。何か理由があってな。もしかしたら何か証拠を残していたことに気がついて戻ってきたのかもしれん。
まあ、だけど、なんとなく見えてきましたよね。なんとなく見えてきましたね。さてさて、冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。こっちにしましょうね。逆で。さてさて、上？だってそもそも、もう、あれですよ。おかしい。そもそも、あれですよね。みどりさんは、一つ気になる点が一つあって、みどりさんは、御木本の、看護をしていて、何か調べたいことがあると気づいたわけです。それで、田中の部屋に行って、調べていたところを殺されてしまった。そう考えると、いろいろと繋がってくるところがあると思うんですけれども。だからまあ考えられるのはそっちですよね。さっきの御木本のあの動きを見ると。だから、みどりさんを殺したのは、まあ御木本で間違いないと思うんですけれども、じゃあ田中はどうやって殺したのかって話になるわけで。
もう考えられるのは、田中は三木本だった。三木本はすでに、田中はもうすでに死んでいた。もうわかんないですよ。これも完全に私の推理なんですけども。田中はもうすでに先に行って死んでいました。バラバラにされた状態のままスーツケースで入ってきた。で、田中として存在して出てきた、あの食堂に出てきたのは三木本だった。ああ、被ってますね。三木本だった。それで窓から出て行って、窓から出て行って、三木本は遅れて車で登場した。って感じですかね。で、なぜ三木本があの辺で倒れていたかっていうのは、自分がそこをジャンプして落ちてドサって言ってた時、あのドサっていうのは実は三木本が落ちた音なんだけれども、その落ちた足跡とかを消すために、わざとあそこで思いくちゃくになったような演技を見せた。で、そのドサってあった時にブオーンっていう音の車が来たので、そのドサって言った後に車に乗って少しから止めてきた、その止めていた車ですぐこっちに来たっていう。そうか、電話はどこから。そうか、電話どこからしたか。そこからだと3、40分かかるでしょうと。電話のアリバイがあるわけですね。まあ、別に駅からしない。だから車載の車を調べる必要があるでしょうかね。だから三木本の自演であるというこの脳震盪に関しては考えられるわけですね。まあ、ちょっと早送りでいきまーす。ちょっと早送り中です。この頭にぐるぐると包帯巻かれってのもちょっとね。
まあ、今、現時点で最筆頭が三木本ですね。ただ、私は深読みをすると、多分三木本も三木本じゃないと思うんですよね。三木本っていう偽名を使った田中の可能性もある。まあ、入れ替わりは使ってると思うんですよ、どう考えても。そうだね、殺さざるを得なかった。確かに見られたってことですね、つまりね。そう思うとね。御木本が犯人だという仮定のもとにいろいろやると、いろいろと繋がってきますな。どうぞ予想。もうここからみんなコナン君だから。そうそう。まあ、多分そう、入れ替わりで使ってると思いますよ。さっき私が言ったやつですね。そうそうそう。多分そんな感じだと思います。まるで自分だけは関係ないっていう口ぶりだな。まあ、まだなんか繋がらないところがありますな。もうこれ繋がらせたいよね。あと一番元々大元の話なんですけど、なぜあの3人組の部屋に12時に人が死ぬという紙を置かなきゃいけなかったのかっていう話ですよ。あれの必要性は果たして何なのかっていうのもそもそもの話。あんなの必要なのかって話ですよ。この本筋から。
170以上あったの、田中さんはね。だから私は田中イコール三木本だと思って、もうほぼ間違いないだろうと思ってるわけですよ。で、三木本が来て、で、その時に荷物の中に死体を入れていた。で、死体の保存場所は、バスルームの上のところ。で、バッグにはもちろん空なんですよ。何もあるわけがないからね。バッグのその中に入れてあったものだから、それを机、あそこの中に隠すと。で、問題はどうやって窓を割るか、という点。そう、三木本も175ぐらいだったはず。これどれでしょうかね。私はこれ絶対身元を隠すためだと思って間違いない。どっか運ぶためか、こうか。今の話で言うと、どっか運ぶためでしょうね。うん、そうか。すでにバラバラとして血も出ないものをやったわけですからね。じゃあこれにしましょう。B ですね。私の理論で言うとこれが正しい。壊された場所が違うっていうのはそもそもあれですよ。しかし何かが気になったって今出たよね。しかし今何かが気になったって出たよね。そうだそうだ。ん？三木本はミスリードをするというのを前提にやると面白い。わざとね。ミスリードをしている。ただ殺すだけじゃ来たらない。だからね、して。不思議と殺意は感じなかったな。どうしても殺さざるを得ない時だけ殺して。さあ
これ大事だよ。さあ、これでもう、クリアまで行くでしょ。大体。っていうか、寝時を逃してるかな。5時回りました。バテてきたよ、もうさすがに。さあ、来たよ。じゃあ今度はバスタオルですね。前回誰かこの選択を取った時に言ってました。そう、バスタオルが濡れてることによっていろいろ大事なんじゃないかと。あ、確かにそうですね。見てみましょう。バスタオル。使った予想はなかった。使った予想はなかったです。バスタオルは使ったことの様子がなかったです。企業の大きなキャスター付きのバッグ、これだよ、これこれこれ。2億円かな。お、変わった。変わったよ。変わったぞ。ここ私が何かをやっていたから、ここは先に進んだ。フラグが立った。ほら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 。変わったぞ。これは来た。いいよね。着替えは？お、進んだ。進んだ。吉尾さん、後ろです。わあ、これは来たぞ。着替えだよ。いくらスキーする気がなかったとしても、着替えぐらい持ってただろう。普通ならそうでしょうけど、逃亡犯なら分かりませんよ。用意する暇はなかったかもしれない。マリは吊るされたコートのポケットを探っている。財布なんかもないみたいね。取っていったのかしら。身元がわからないようにしたのかもしれない。次は部屋の中だ。進んだ。私物がその辺りにないか僕たちは探し回った。敏夫さんはそれを見守、触れながら見守っている。早くしろよ。出たかったらそれで出てもいいんですけど。あとは死体のある窓際だけだ。やっぱり死体を調べないといけないのかな。声を振られたのは寒さのせいであって、ここは恐怖のせいではない。そうね。あっちは飲料食、僕は仕方なく雪の積もってるやりに足を踏み入れた。背足で氷を踏んでるようなものだった。よくし、おしゃみしただけで、そっと下の覗く。幸いすっかり雪を覆ってて何も見えなかった。そう、そっちしたのもつかの間、その息を払いのけなければ、調べたことにならないと気づいた。くそ。ブルブルと全身を震わせながら、僕は息を震わせた。振り払った。ガサリと音がして、ザラザラしたものを手に当てる。凍りついた髪の毛だった。死体に触れないようにしながら、息を丁寧に落としていく。さっき見つけたと同じようにバラバラの体で、
が姿を現してきた。胃の底から酸っぱいものが込み上げる。これをみだりさんに調べると思わない。触った様子がないもん。そもそもね、じゃあ何かしら。もう一旦戻ろうぜ。何も、どうやら犯人は田中さんの持ち物を洗いざり取っていったみたいな。うわぁ、ストーリーが進んだ。ザザッという音。お!さらに進んだ。僕はこれを手から温めるとエアコンの前に行こうとした。ザザッという音。続いて窓の外で大きな音がする。一瞬ブキッとしたが、すぐに屋根の、おぉ、めっちゃ展開がこれは来たぞ。一瞬ブキッとしたが、すぐに屋根の雪がずり落ちる音だったと思い出した。また驚いてる。少し浮かそうになった。こんな大きな音がしたら驚くに決まってる。そういうわけで、口を閉じた。お、みんなもう、寝たか?生きてるか?俺は生きてるぞ。もうこれは、クリアだよ。どうしたのね、変な顔して。よほど変な顔になってたのを、マリが不安そうに尋ねてきた。さっき、僕の頭の中ではある考えが、形を、取り始めていたのだ。しかしそれはにわかには受け入れがたい考えだった。どこへ行った?ほら来た!来たよ!来たぞ来たぞ!ここに来ましたよ。さあここでどれに行く?ただ、すべての犯人で言うと、三木本が全部やったっていうのは、今の段階で説明しづらい、状況証拠が揃ってないっていうのはあるんですけど。田中さんを、まあ、とりあえず一つずつ行きましょうか。これどれから行く ?ABCD、これ A かな?まず A、田中さんを殺した犯人はまあわかるわけですよ。ガサッと落ちた瞬間。で、状況証拠が揃っているから、今の段階で言うと、私も説明がつく。で、ただ、その後に、みどりさんを殺した犯人分かったよっていう、ここで、ちょっと。大丈夫よ。だってみどりさんを殺した犯人は分かった。だってみどりさんを殺した犯人が分かるならば、田中さんを殺した犯人も理由が分かるわけですよ。じゃないと、なぜ三木谷さんが殺したのかって話になってくるわけですよね。三木谷がみどりさんを殺したら、なんでまずいのかって話ですよ。それはこうこうこういうこうでこうでっていうのだから、まず田中さんを殺した犯人から行かないといけない。行きましょう。田中さんを殺した犯人は分かってる。本当に分かったの一体誰よ。あれ、音が割れる音がした時、敏夫さん以外の全員が言いました。だから最初、僕たちの中に犯人がいるのは敏夫さんが一番怪しいと思いました。でもトリックを使えば、あの時談話室にいた人に犯行は可能だったと気がついたんです。時間差じゃないんだよ。僕たちは窓が割れる音を聞いて2階から駆けつけた。これダメだ。
これダメだよ。いや、一緒一緒。だってテープレコードがもうグダグダ言ってるもん。おはようございます。起きてますよ。違うね、これ違うよ。これダメだ、なんかが足りなかった。ちょっと今ね、大人の力を使ったので、はい、大人の力を使いました。すべての事件の真相が分かったよ。まあ、まず B 行きましょう。 B 行きましょう。ミュウさんを殺した、田中さんを殺した犯人とは別人なの。多分そうだ。え、僕たちのほとんどが田中さんを殺せなかったわけだからね。俺は緑は殺してないけど、田中さんは殺したんじゃないかってことか。お、 B が正解？まさかの。まあそういうことです。俺の敏夫さんの目は嘘をついてるようには見えない。それに緑さんと田中さんが別々の人間に殺されたと考えたら、やはり不自然。その時再び天気のようにひらめいた考えがあった。今度こそ分かったよ。緑さんと田中さんを殺した犯人が、またこれかよ。ダメです。ダメダメ。俺がじゃなければ一体誰が犯人なんだ。でもその中にも2回行けないから時間的に無理な人しかいます。ダメですね。夕食から終わって食べたと。これじゃダメなんだよ。これじゃダメなんだよ。はい、ちょっと大人の力を使いました。まあ、ちょっと早送りでいきまーす。
ちょっと歯茎中です。この頭にぐるぐると包帯巻かれってのもちょっとね、まあ、今現時点で最筆頭が三木本ですね。ただ、私は深読みをすると、多分三木本も三木本じゃないと思うんですよね。三木本っていう偽名を使った田中の可能性もある。まあ、入れ替わりは使ってると思うんですよ、どう考えても。そうだね、殺さざるを得なかった。確かに見られたってことですね、つまりね。そう思うとね、三木本が犯人だという仮定のもとにいろいろやると、いろいろと繋がってきますな。どうぞ予想。もうここからみんなコナン君だから。まあ、多分そう、入れ替わりで使ってると思いますよ。さっき、私が言ったやつですね。そうそうそう。多分そんな感じだと思います。まるで自分だけは関係ないっていう口ぶりだな。
まあ、まだなんか繋がらないところがありますが、もうこれ繋がらせたいよね。あと一番、もともと大元の話なんですけど、なぜ、三人組の部屋に、12時に人が死ぬという紙を置かなきゃいけなかったのかっていう話ですよ。あれの必要性は果たして何なのかっていうのも、そもそもの話。あんなの必要なのかっていう話ですよ。この本筋から。170以上あったん、田中さんはね。だから私は田中イコール御木本だと思って、もうほぼ間違いないだろうと思ってるわけですよ。で、御木本が来て、で、田中、その時に荷物の中に死体を入れていた。で、死体の保存場所は、バスルームの上のところ。で、バッグにはもちろん空なんですよ。何もあるわけがないからね。バッグのその中に入れてあったものだから、それを机、あそこの中に隠すと。で、問題はどうやって窓を割るか、という点。そう、御木本も175ぐらいあったはず。これどれでしょうかね。私はこれ絶対身元を隠すためだと思って間違いない。どっか運ぶためか、こうか。今の話で言うと、どっか運ぶためでしょうね。そうか。すでにバラバラとして血も出ないものをやったわけですからね。じゃあこれにしましょう。B ですね。私の理論で言うとこれが正しい。壊された場所が違うっていうのはそもそもあれですよ。しかし何かが気になったって今出たよね。しかし今何かが気になったって出たよね。そうだそうだ。
三木本はミスリードをするというのを前提に見ると面白い。わざとね。ミスリードをしている。ただ殺すだけじゃ来たらない。だからね、不思議と殺意は感じなかったな。どうしても殺さざるを得ない時だけ殺して。さあ、これ大事だよ。さあ、これでもうクリアまで行くでしょ。大体。っていうか、寝時を逃してるかが 5時回りました。バテてきたよ、もうさすがに。さあ、来たよ。じゃあ今度はバスタオルですね。前回誰かがこの選択を取った時に言ってました。そう、バスタオルが濡れてることによっていろいろ大事なんじゃないかと。まあ、確かにそうですね。見てみましょう。バスタオル。使った予想はなかった。使った予想はなかったです。バスタオルは使ったことの様子がなかったです。用の大きなキャスター付きのバッグ、これだよ、これこれこれ。2億円かな。お、変わった、変わったよ、変わったぞ。ここ私が何かをやっていたから、ここは先に進んだ。フラグが立った。ほら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 。変わったぞ。これは来た。いいよね。着替えは？お、進んだ。進んだ。
強さの強さです。え、わー、これは来たぞ。着替えだよ。いくらスキーする気がなかったとしても着替えぐらい持ってただろう。普通ならそうでしょうけど、逃亡犯ならわかりませんよ。用意する暇なかったかもしれない。マリは吊るされたコートのポケットを探っている。財布なんかもないみたいね。取っていったのかしら。身元がわからないようにしたのかもしれない。次は部屋の中だ。進んだ。私物がその辺りにないか僕たちは探し回った。敏夫さんはそれを見守、触れながら見守っている。早くしろよ。出たかったら外出てもいいんですけど。あとは死体のある窓際だけだ。やっぱり死体を調べないといけないのかな。声を振られたのは寒さのせいであって、ここは恐怖のせいではない。そうね。あっちは飲料食。僕は仕方なく雪の積もっているやりに足を踏み入れた。背足で氷を踏んでるようなものだった。よくし。おしゃみしただけで、そっと下の上に覗く。幸い、すっかり雪を覆ってて何も見えなかった。そう。そっとしたのもつかの間、その雪を払いのけなければ、調べたことにならないと気づいた。くそ。ブルブルと全身を震わせながら僕は雪を振らった。振り払った。ガサレート音がして、ザラザラしたものを手に当てる。凍りついた髪の毛だった。下に触れないようにしながら、雪を丁寧に落としていく。さっき見つけたと同じようにバラバラの体が、姿を現してきた。胃の底から酸っぱいものが込み上げる。これを緑さんに調べると思えない。触った様子がないもん。そもそもね、一体何かしら。もう一旦戻ろうぜ。何も、どうやら犯人は田中さんの持ち物を洗いざり取っていったみたいな。うわー、ストーリーが進んだ。ザザッという音。お、さらに進んだ。僕はこれを手柄を温めようとエアコンの前に行こうとした。ザザッという音。続いて窓の外で大きな音がする。一瞬ブキッとしたが、すぐに屋根の、おお、めっちゃ展開がこれは来たぞ。一瞬ブキッとしたが、すぐに屋根の雪がずり落ちる音だったと思い出した。また驚いてる。少し浮かそうになった。こんな大きな音がしたら驚くに決まってる。そういうわけで、口を閉じた。お、みんなもう寝たか。生きてるか。俺は生きてるぞ。もうこれはクリアだよ。どうしたのね、変な顔して。よほど変な顔になってたのを、マリが不安そうに尋ねてきた。さっき、僕の頭の中ではある考えが、形を取り始めていたのだ。しかしそれはにわかには受け入れがたい考えだった。僕は言った。ほら、来た。来たよ。来たぞ、来たぞ。ここに来ましたよ。さあ、ここでどれに行く。ただ、すべての犯人で言うと、三木本が全部やったっていうのは、今の段階で説明しづらい、証拠が、状況証拠が揃ってないっていうのはあるんですけど。田中さんを、まあ、とりあえず一つずつ行きましょうか。これどれから行く ?ABCD、これ A かな?まず A、田中さんを殺した犯人はまあまあわかるわけですよ。ガサッと落ちた瞬間。で、状況証拠が揃っているから、今の段階で言うと私も説明がつく。で、ただ、その後に、みどりさんを殺した犯人分かったよっていう、ここで、ちょっと、大丈夫よ。
よいしょ。え、だってみどりさんを殺した犯人は、わかった。だけどみどりさんを殺した犯人がわかるならば、田中さんを殺した犯人も理由がわかるわけですよ。じゃねえと、なぜ三木谷さんが殺したのかって話になってくるわけですよね。三木谷がみどりさんを殺したら、なんでまずいのかって話ですよ。それはこうこうこういうこうでこうでっていうのだから、まず田中さんを殺した犯人から行かないといけない。行きましょう。田中さんを殺した犯人は分かったよ。本当に分かったの一体誰よ。あれ、音が割れる音がしたとき、敏夫さん以外の全員が言いました。だから最初、僕たちの中に犯人がいるのは敏夫さんが一番怪しいと思いました。でもトリックを使えば、あの時談話室にいた人に犯行が可能だったと気がついたんです。時間差じゃないんだよ。僕たちは窓が割れる音を聞いて2階駆けつけた。これダメだ。これダメだよ。いや、一緒一緒。だってテープレコードがもうグダグダ言ってるもん。おはようございます。起きてますよ。違うね、これ違うよ。これダメだ。なんかが足りなかった。ちょっと、今ね、大人の力を使ったので、はい。大人の力を使いました。すべての事件の真相が分かったよ。まあ、まず B 行きましょう。B 行きましょう。みどりさんを殺した。田中さんを殺した犯人とは別人なの。多分そうだ。え？僕たちのほとんどが田中さんを殺せなかったわけだからね。俺はみどりは殺してないけど、田中さんは殺したんじゃないかってことか。お、B が正解？まさかの。まあそういうことです。俺の敏夫さんの目は嘘をついてるようには見えない。それにみどりさんと田中さんが別々の人に殺されたと考えたら、やはり不自然。その時再び天気のようにひらめいた考えがあった。今度こそ分かったよ。みどりさんと田中さんを殺した犯人が、またこれかよ。ダメです。ダメダメ。俺がじゃなければ一体誰が犯人なんだ。
でもその中にも2回行けないから時間的に無理な人たちがいます。ダメですね。夕食から終わって食べたと。これじゃダメなんだよ。これじゃダメなんだよ。はい。ちょっと大人の力を使いました。すべての事件の犯人が分かったよ。こっちだと思うんですよね。まあ、一つずつやってみましょう。田中さんを殺したのに、どんなやつ知らない。犯人である可能性がある人はただ一人。え？お！なんだこれ。おお、マジか。ついに、ついに全然違うとこ来たぞ。来ました。おはおおお来た来た、入力欄が来ました。来たぞ、三木本。あなたが犯人だったんですね。シルビ。僕？僕のこと言ってるのか？冗談はやめてくれ、バカバカしい。三木本さんのわけがないでしょう。田中さんを殺す機会がもうなかったし、おまけに頭で怪我してるっていうのに。どんなひどい経過か、今まで見たかい？僕は見てない。血が流れてるのを見ただけだ。小林さんも見た目もさほど、重さの傷じゃないと言ってたはずだ。じゃあ、怪我したふりしたいという。いや、もちろん何かで傷はつけただろうさ。自分でなるか、殴るかどうかして。そうだ。それが一番納得のいく答えだった。考えだった。死体をバラバラにしたりするほどの手間をかける犯人だ。自分が撃たれるかもしれない状態で中途半端に殴るような真似をすると思えない。だから年谷さん、小林さんは怪しいだけに逆に犯人らしくないのだ。三木本さんは半ば諦めた様子があった。信じてくれないならそれはいいさ。でも田中とかいう人は僕にはどう頑張ったって殺せないよ。僕はここに着いてからずっとこの騙していたんだ。荷物を置きに行ったのを除けばね。一体いつ人を殺してその車台をバラバラにするようなそんな時間があったというんだ。なあ、一級生に僕の言葉を待つって。もし僕の考えが見当外れだったら、そう思うと言葉を発するのが少しためられた。僕は重くなりがちな口を開いた。そうですね。
あなたには玉子さんを殺せなかった。2階上がった一瞬を利用して殺すことくらいはできたかもしれないが、死体をバラバラにすることはできなかったはずです。ほら見ろ、三木本さんが勝ち誇ったように言うのを僕は遮った。ただし待ってください。でも時間がなかったのは他の人も一緒です。それはさっき確認した通りです。手塩さん以外は。あのガラスが割れた音がした時、いなかったのは都庁さんだけでしたから。じゃあ彼が犯人なんだろう。なんだと。三木本さんの言葉に都庁さんは怒りをあらわにして近寄った。まあまあ、僕は慌てて都庁さんをなだめた。ですから、とりあえずあのガラスの件は事件とは関係ないものとして考えてみます。事件とは関係ない。関係ないわけないだろう。あの時に犯人は逃げたんだ、決まってるじゃないか。三木本さんが何をバカなことを言ってるんだという調子で言ってる。最初はみんなそう思いました。みどりさんが殺されるまではね。は続けた。でももし犯人がどこからか前戻ってきたのだとしたら、痕跡が残っていたはずです。さっきもう一度田中さんの部屋に行ったら、雪が数センチにも積もるほどでしたし、あの部屋から出てくると廊下には点滴のレーター跡がついていました。そんな後をどっかで見た人がいますか。つまりこの吹雪の間中、誰かが玄関以外の場所から入ってきたとは考えられないのです。田中さんを殺したのもみどりさんを殺したのもこの中にいる誰かに違いないんです。それがどうして僕だということになるんだい。三木本さんは当然の質問をした。いきなり名探偵ですね。僕はその質問は無視し、小林さんに話しかけた。小林さん、死体を見つけたとき、まるで人形みたいだと思いませんでしたか。ああ、そんな風に見えたな。でもあれは確かに人間だったよ。小林さんは強調する。そうですね。僕もそう思います。でも人形みたいに見えたのは血があまり流れてなかったからだとは思います、からだとは思いませんか。そして死体には血の気がなくて、もう半ば凍りかけてるみたいだった。それは窓が割れてて雪が飛んでくったから。しかし確かに血はそんなに見た覚えがないな。どういうことだ。僕は最初バスルームがどこかで死体を切断したのち、あそこに放り出していったのだと思いました。でもバスルームは血液どころか水滴もなかった。犯人はバスルームで切断したんじゃないんです。なんやって。ほんならどこでやったっていうんや。カイムさんがすっとんきょうな声を上げた。わかったわ。マリが声を上げた。外で殺したので、外で殺して切断したと窓の外から放り込んだのよ。僕は一瞬その可能性を考えたが、すぐに首を振って言った。いや、割れたガラスはほとんど中に落ちていなかったから、それはないだろう。バスムルブルームでもなくや外でもない。一体どこだっけ。都庁さんがイライラしたように、僕は三木本さんの目を見つけた。ちょっと水分取らせてね。
俺の水分誰が三木本おめえか俺のコラの水分を取ったのは三木本かうわ何をするよっしゃ行くぜ僕は三木本さんの目を見つめた確かに動揺してるように見えたので意を強くした バスルームでも部屋の中でも外でもありませんつまり誰も田中さんを殺してないし笑われにもできなかったということなんですやがて小林さんが笑い出したなんだそれじゃあ結局カモイたちみたいなものが彼を襲ったってことなのか違いますそんなことじゃありません僕が言ってるのは田中という人は殺されもしなかったしバラバラにもされなかったということですそうですよね田中さんほら来たそうですよね。田中さん。ほら。コナン君来た。来ましたよ、田中さん。明らかに三木本さんは僕の言葉に動揺している。他の人たちも一応にショックを受けたようだった。何言うんですかって言ったらバカバカしい。僕は三木本洋介だ。免許証だと思ってる。来たぞ来たぞその日が月日でしょ外れかかってますよ。三木本さんはハッとしたように手に手を顎に当て、すぐに手を引っ込めた。そしてにやりと笑う。こんな子供騙しの手に引っかかるとは思わなかったよ。僕もこんなにうまくいくとは思いませんでした。僕もにやりと笑ってみせた。彼が田中だと、どういう意味だ？じゃああそこの死体は一体誰なんだ？三木本さん。誰かは知りませんが、田中さんではないことは、だけは確かです。あの死体は田中さん、つまりこの三木本さん。ああ、偽名なんですね、田中はね。なるほどね。つまりこの三木本さんを殺してバラバラにしたんです。あのバラバラ死体は服の上から切断されたのでしょう。スーツの布地がついてましたが、それだけでなく、サングラスまで近くに落ちていました。切断するときにはいくらなんでも外れたでしょうから、わざと犯人が置いていたとしか思えません。田中だと思わせるというのにわざと置いた？きっとそうでしょう。僕たちの誰も田中さんの素顔を知らなかった。スーツとサングラスがなければ、もっと早くこの可能性を考えてたことと思います。でもあの殺された人は一体どこから行ってきたの？いつ殺されたの？誰も侵入しなかったってついさっき言ったばかりじゃない。マリが重要な点をついた。そう。誰も玄関からは入らなかったと言いました。そう。もちろん被害者も玄関から入ってきたんです。バッグのようにね。そう。田中さんのスキーバッグの中に入って。そうです。
バッグが空だったのは盗まれたからじゃなかった。そこに入っていたのはもうすでにバラバラにされたあの死体だったんです。そもそも死体をバラバラにしたのは運びやすくするためだったんですよ。僕は謎解きをしてみせながら、その恐ろしい光景を想像して身震いした。田中さんは夕食後、自分の部屋に戻ると、あの死体を窓際に置いて、ある仕掛けをした後、窓から外へ飛び降りました。そして離れたところに隠しておいた車に乗って、少し走り出し、駅にいると偽ってどっかの公衆電話から電話をかけたんです。全員が三木本さんを見た。もう誰も僕の言葉を疑ってはいない。仕掛けって？マリが尋ねる。窓ガラスが自動的に割れるような仕掛けだよ。自動的に？割れるような？そんなことできるの？できると思う。正確にどうやったかわからないけど、こういうことだったんじゃないかな。犯人は外開きの窓の片側から出るとしよう。そしてもう片側は風で倒れても動かない程度に固定しておく。ここに1メートルか2メートルくらいのロープを取っ手に軽く引っ掛ける。そしてそのロープの反対側には何か平べったい板のようなもの、バッグの底板のようなものを繋いでおくんだ。まず板をロープで繋ぐわけ。それをどうするの？外へ飛び降りる前に、その板は屋根に積もった池の中に突っ込んでおくのさ。そうすればある程度時間が経った段階で雪が滑るうち一緒に板も落ちる。窓は勢いよく引っ張られ、外側の紙に立つけられてガシャンというわけだ。板とロープは窓から外れて雪の下に漏れてしまう。ただ、そう、その時間を田中さんは、つまり三木本さんは12時頃、それで最初に12時と言ったんですね。だからあんな脅迫状を作って、かのこちゃんたちの部屋に入れておいた。でもアリバイを作るには何とか間に合ったので、何も問題はなかった。襲われたふりをして見せしてたの、どうしたの？そう、その板を解消するためにね。あまりあの窓の下をあたりを調べてほしくなかった。仕方なかった。そう。ガラスが割れた時、唯一アリバイのなかった保証さんにさらに疑いを向けさせることもできる。小林さんが油断のなさそうな目で三木本さんを見つめながら言った。彼の歴史はよくわかった。しかしなぜそんな込み入った真似をしなきゃならないんだ。一体どうして死体をここに持ってこなきゃいけないんだ。どうしてうちで。よそでやってほしかったという口ぶりだ。さあ、それは本人の口から聞かないとわからないでしょうね。僕は三木本さんを見た。ソファに座っていた人たちはみんな恐ろしそうに立ち上がり、彼から離れた。三木本さんは、ふっと、照れたように笑って、もじゃもじゃの髭を勢いよくむしり取った。髭がなくなると、大和古風の印象は跡形もなく消え去り、売れてそうな瞳だけが目立った。ああ、かゆい。ノリが良くないのかな。
早く撮りたいと思ってたんだよ。顔洗ってきてもいいかな。間にいた僕は止めるまもなく樹生さんが木本さんに飛びかかっていた。てめえが、てめえが殺したのか、本当にてめえがやったのか、答えろ。樹生さんは染まったままの三雲さんに打ちかかり、ぐいぐいと喉を締め始めた。止めるべきかどうか迷ったその一瞬の事態は逆転していた。いつの間にか樹生さんが後ろ手にソファに組み敷かれていたのだ。痛みせ樹生さんがうめき声を上げる。お前たちも動くんじゃない。彼の腕が折れたの知らないよ。なんだと。小林さんがあいぐんやった。本当に本当に君は。三木本さんは敏夫さんを抑え込んだままうなずいてみせる。ああそうだ、最初は田中一郎と名乗ってチェックインした。当然偽名だ。宿帳のサインはあいつの筆跡を真似て書いてあるから、あいつが自分でチェックインしたことを警察が疑うことはないはずだったんだ。畜生、話せ。敏夫さんが叫んで暴れる。三木本さんはひょいとひねるようにして敏夫さんは僕の方へ押し合った。敏夫さんは勢い余って僕の方上に倒れ込む。マリが手を貸して助けを起こすと、敏夫さんは燃えるような瞳で三木本さんを見返した。緑って子は恋人だったのか。彼女を殺すためになったのは残念だった。本当だよ。今まで何人か殺したけど、全部そうするしかなかった時だけだった。淡々と話す彼の言葉に僕は虚無戦慄を覚えた。この人はいわばプロだ。プロの犯罪者なんだ。僕の思いを裏付けるように三木本さんはどこからかオートマチックの拳銃を取り出して構えていた。どうして、どうして緑さんを殺したんですか。言いながら僕の口の中へ干上がるのを感じていた。お前と同じ結論に達したのさ。推理というよりは女の勘だったんじゃないかと思うがね。死体のある部屋を調べると言ってるのを聞いたんで、一人なのを待って様子を見に行こうとしたら廊下で出くわしたんだ。はっきり言われたよ。あなたが田中さんでしょうって。あれこれ考えてる時間はなかった。ま、一瞬だったから苦しむ暇もなかっただろう。そんなこと言うんじゃねえ。敏夫さん言ってか全く思い同じ思いだった。この男は人を殺すことを何とも思っていない。彼にとっては障害物を取り除く程度の意味しかないようだ。小林さんが懇願するように質問を繰り返す。なぜだ、なぜこんなことしたんだ、どうしてここで。ここを選んだのはもちろん偶然さ。人里離れた早で俺たち二人の角を知ってる奴の人にないところならどこでもよかった。田中さん、いや、あの死体は一体誰なんです?どうして殺したんです?僕も質問を重ねた。三木本さんは全てを答えるつもりのようだった。あいつは相棒だよ。と言っても一緒の仕事は今回が最初で最後になったかな。仕事?ああ。あの銀行強盗だよ。当てずっぽの推理も実は当たってたのさ。山を計画して段取りまで運んだのが俺。直接仕事をしたのがあの死んだ野郎。南とかいうケチな野郎さ。誰もが驚いた表情を浮かべていた。